はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。ヤマハの UX1 というですね、小型のピアノなのに支柱が X になってる、手間のかかったピアノです。今は作ってませんので中古でしか手に入りません。小型ピアノの X 支柱をお探しの方はこれですよ。おまけにですね、トーンエスケープって前に音が抜けてくるステレオサウンドのね、こういうものもついてます。ちょっと外装汚れてますけどね、大丈夫ですよ。ここにシールの跡がありますけど、これもちゃんとね、きれいにしますからね、見違えるように新品みたいにね、再生しますから、そこは安心してくださいね。 UX1 製造番号は381から始まる、7桁の番号ですね。ハンマーの状態はこんな感じですね。はい、じゃあ音を聞いてもらいましょう。あー、よくなる。すごい。いいですね。はい、まあ音はね、何とでも調整するんですけども、今現在良くなってますね。なのにこういう激しい曲も全然大丈夫。すごい狂ってますけどね、その辺は安心してください。大丈夫です。ヤマハの UX1 のご紹介でした。それではさようなら。